VR の内部プラットフォームというのをやってまして、まあ、VR 空間内にステージを立てまして、で、まあ、バーチャルのライバーさんだったり VTuber さんだったりが、まあ、そこで音楽ライブだったりトークショーだったりを開くみたいな、プラットフォームを開発しております。僕たちずっと VR のコンテンツを作る会社をやっていました。まあ、VTuber さんにも、もう、まあ、どんなことやりたいですか、今後こういうどういうふうな活躍したいですかって聞いていったんですね。まあ、そんな時に、まあ、なんていうんですかね、活躍するスペースが YouTube 上しかないのがすごい悲しいっていう話をされてたんですね。まあ、VTuber さんはバーチャルな存在なので、バーチャル空間に活躍の場所が欲しいんだよっていう話を聞いて、まあ、作るかっていう形で作らせていただいたっていうのが一番最初のきっかけです。今後 VR だったり AR だったり、必ず来る時代が、もうすぐそこに迫っていると思ってます。ただ一方で、まあ、エンジニアさん、デザイナーさん、 VR エンジニア、AR エンジニアっていうのは、まあ、まだこのように存在していないと思っています。まあ、もっともっといろんな VR エンジニアだったり VR デザイナーの方に出会いたいなと思っているので、まあ、ご興味ある方はぜひ採用サイトまで遊びに来てください。